毎度どうも、オネです。ということで今回は無料の FPS ゲーム、ストラフタットをプレイします。何やらワンオンワンができるみたいですよ。おお、日本人とマッチしたっぽい。それじゃあ、塩アイスさんと勝負だ。多分ルールは見てもらった方が早い。あれ？あ、勝負だ。まずは武器の確保から。よし、ピストルだ。相手は反対側行ったかな。こっちだ。いた。うわあ！ AK。よっしゃ。オッケー。勝ちましたー。2ラウンド選手で1セットなので、次勝てば取れる。ちょ、やめて。やばいやばい。反転。いない。下か。どっちだ？後ろだ。イエーイ！これショットガンだったんだね。1セット取るとマップがこんな感じで変わります。ここ初めてやるなぁ。さっきのショットガン、ほら！待て待て。あ、コッキング。あはははめっちゃ飛んでってるし。コッキングでもクリックしないといけないみたいなので気をつけないと。お、デュアル来た。海に落ちた。やばい、次取らないと。オッケー。 SMG かなり当てないと倒せないね。難しい武器だ。うわ、ここ面白そう。私ははしごの方から行こうかな。やっぱ上取っていった方がいいでしょ。グレネードだ。うおー、まともな銃をくれ。ブロック。いた。あ、相打ち。相手 M200 とか拾ってたのか。どっかに SRR っぽいですね。はしごはグレネードだからやめておこう。ブロックブロック。オッケー。M200。オッケー。次はどんなマップかな。めっちゃ立体的なマップだ。今回はハンドガンデュアルで行こうかな。このゲームそんなにハンドガン弱くなさそう。あ、落ちた。え、どこ行った？いた。登ってくるかな。マジか。どこに AK あるんだろう。とりあえずハンドガン。お、相手も上来てる。危な、ナイフマンじゃないて。あ、ナイフマン。距離取っていこう。オッケ。ハンドガンそこそこ強い。さあ、次のマップ。え、武器がない。あった。これは近接で殴り合うマップなのかな？と思ったらスタート位置にブロックあった。うわ！お、屋上にショットガン。よっしゃ、私も屋上行こ。キャラコン負けないよー。あ、やめろー。ちょ、武器武器。あ、あー。ごめん、落ちちゃった。このマップ武器少ないね。最初のハンドガン取るべきだった。お、最初からリボルバーがある。ちょ、私もそのかっこいいのにする。オッケー、終わりだ。あ、リロードまだだった。くらえ。
ふふふ、いいねこれ。楽しい。あ、リボルバー頭一撃なんだ。え、これはなんだ？あ、そこに AK あるのか。オッケーオッケー。次は負けないよ。負けた。生きてる。よっしゃ。あはは、勝ったぞ。次は AK 取る。え、なんか壁キックでた。よし、SMG 確保。あ、やばい。もう、癖でめっちゃリコイルしちゃった。AK はリコイルあるんだけど SMG はほぼないんだよね。やった。うえい。AK 取れなかったらもう終わりだ。あ、わかったよ。もう運ゲーはおしまいだ。私は右に行く。いやー、ハンドガンでもやれそう。また同じようなマップだ。うぬぬぬぬ。やばい、追いつかれる。よかった、マップ変わった。真ん中のはナイフだからスルー。SMG で行くよ。え、足音。オッケ。あ、このゲームリーナルじゃん。壁キックもできるしキャラコンの幅がすごい。けどちょっとリーンうまく使うの難しいね。で、相手は上にいるっぽい。いた。ここで壁キック。もっかい。ほらー。ふふふ、それっぽいそれっぽい。あれ、壁キック出ないや。オッケ。これキャラコンできたらかなり楽しそうだね。やったー、勝ちましたー。ここで戻れるのか。あ、塩アイスさんもいるー。いやー、なかなか楽しいゲームでした。1対1メインの FPS って初めてやってみたけど意外といいね。ということで、このゲームストラフタットは Steam にて無料配信中。最近リリースされたばかりなので気になる方はぜひ。それではここまでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。